はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田です。よろしくお願いします。いや、登録者もちょっとずつ伸びてきてます。これ毎回の動画で言ってるけど、毎回ね、ちょっとずつ伸びてきてるんですよ。本当にありがたいです。ぜひこの動画良かったらね、高評価とチャンネル登録忘れずにお願いします。では本編行ってくんですけれども、はい、今回のお題はですね、いい靴と悪い靴の見分け方になります。で、この動画を見ればどういう効果があるのかっていうところをちょっとお話ししたいんですけれども、まあ、例えば女性ならですね、男性の革靴を見ていい靴を履いてるかどうか分かればですね、その人がどういうところにこだわりを持っていて、どういうところまで気が配れてるのか、でさらにはもしかしたら財布事情も分かるかもしれないですね。まあ、そういった人を見る目を養えると思います。そして男性であれば、まあ、一生の相棒ですよ、いい靴は。本当に長持ちしますし、自分の心の支えになってくれますし、自分の見せ方をね、だいぶ変えてくれる、そういったアイテムなので、まあ、相棒を見つけられる。そして男女ともになんですけれども、いい靴を履けば安上がりに済むんです。まあ、これはね、内容を話していくので、内容を見てもらいたいんですけれども、では本編行ってみよう。イギリスの元首相が言った言葉でですね、安い靴は不経済だっていう言葉は皆さんご存知でしょうか。まあ、靴の名言とかで、そういったところではよく話題に出る言葉になるんですけれども、安い靴は不経済。これもう全く意味が逆ですよね。安いってことはさ、経済的なわけじゃん。不経済なんですよ、でもそれは。これつまりどういうことかっていうと、安い靴、高い靴の違いを、まあ、指した言葉なんですよね。つまり安い靴は、まあ、直される前提で作られてない、つまり履き捨てる、履き潰す、そして買い替える、それが前提で作られてるわけですよね。でさらにはいい靴はいい場所へ連れてってくれるよっていうような言葉もあって、まあその靴をねよくする、いい靴を履くことによって自分がいいところに行けるのに、それを安く抑えることによってそのいいところに行けないよと。でここで収入がね減ってしまう可能性もある。でさらに言うと、安い靴は何回も買い替えなきゃいけないんで、結局ランニングコスト高いよっていう話なんです。逆に高い靴はですね、メンテナンスとかあとはリペア、それが前提に作られてますので、一回買ったらね、ちょっとやそっとじゃ壊れません。なので、まあ、例えばですけれども、僕の靴、こちらの靴なんかは1970年代のネトルトンっていう会社の靴なんですよね。まあ簡単に言ったら50年前ぐらい。これ50年履いてるって考えると、これがもし当時の価格を今に換算して10万円だったとします。例えばですよ、10万円だったとします。そしたら年間いくらですかっていう話なんです。まあ、つまり年間2000円でさっきの靴が履けるわけじゃないですか。なんですけど、年間2000円で、まあ、1年と持たないような靴買えますかっていう話なんです。買えないんですよね。つまりは安い靴は不経済だ、もうこの言葉に尽きると思います。ではどうやってそのいい靴悪い靴っていうのを見つけるのか、その見分け方についてお話していきます。まあ、まず1つ目、これはですね、重い靴は大体いい靴です。これは製法の違いによって靴の重さっていうのは大きく変わるんですけれども、いい靴っていうのによく使われている製法として、靴学よく見てくれてるねリスナーさんは絶対知ってる言葉だと思うんですけれども、グッドイヤー製法っていうのがあるんですね。で、あれはなかなかね、ソール部分に、まあ、荷重がかかるというか重いものになるんですよ。重い靴イコールグッドイヤーと考えてもいいです。で、グッドイヤーイコールいい靴になるわけです。つまりは重い靴イコールいい靴になるわけですよ。はい、まあこれはちょっと安直な考えかもしれないけれども、一つの物差しとして皆さん覚えておいても損はないんじゃないでしょうか。ちなみに重い靴、やだな疲れちゃいそうって思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。なんですけど、これ全然そんなことないんですよ。例えば軍人とか自衛隊の人とか、そういった方々って半長化って言って、まあブーツと普通の靴の半々ぐらいの靴をよく履くんですね。で、半長化、まあブーツです、簡単に言ったら。で、そのブーツをですね、持ってみると分かるんですけども、めちゃめちゃ重いです。で、その靴を履いて山2個3個超えたりとかするわけじゃないですか、作戦行動中に。しかも20キロ30キロのさ、装備品を背負ってさ、もうカラッカラになりながら、多分喉とかもなりながら歩くわけですよ。で、じゃあなんでそれスニーカーに変えないのっていう話なんですけども、重い靴の方が疲れないんですよ。これはなぜか、ちょっと簡単に解説していきます。皆さん、振り子ってわかりますよね。こういう振り子ね。で、人間の膝からくるぶし、これは振り子の原理で前に足を運ぶことになるわけです。で、軽い靴であれば、それを自分の足を前に動かす、この筋力が必要になるわけですよね。なんですけど、重い靴であれば力を離せば、ゾヨーン、そういうことなんですよ。前に進む。
だから前に進む歩き方であれば重い靴の方が全然有利だったりするんですよね。で、革靴は蒸れるし疲れるしっていうかもしれないんですけども、フィッティングがしっかりいってるところであれば全くもって疲れないですし、蒸れません別に。まあ、こういった話もあるように重い靴はいい靴ですね。なんですけどマッケイとかいろんな製法があるんですよ。で、マッケイももちろんいい靴が多いです。なので、いや、軽いからといって安いというわけではないですけれども、重い靴はいい靴が多いと、比較的多いだろうっていう話です。あとこれね、もう一番わかりやすいんですけど、ブランド名、もうこれが一番わかりやすいです。はい、例えば、あ、なんかこうね、女の人だったとするじゃない、私がね、もう女の人っぽい言葉になっちゃったけど、で、例えば彼氏とデートしてる時にさ、まあ、じゃあ彼氏になる前の人とデートしてる時にさ、あ、なんかかっこいい靴だね、それどこのブランドなのとかって聞くわけじゃない。で、あ、これクロケット&ジョーンズとか言ったらさ、お、こいつ金持ってんなってわかるわけですよ。でも女性って多分こういったブランド知らないと思うんですね。なので男性の靴のブランドをある程度知っておくことによってですね、相手がどういうところに気を配っていて、どういうのが好きか、さらにどういうところにお金をかける人間なのかっていうのがわかるわけなんですよね。で、靴にお金をかける人間っていうのはですね、まあ、ファッションが好きな方もそうなんですけれども、どちらかというと自己投資をしっかりしている方が多いです。これは僕が靴磨き職人をやっていて、お客さんからいろいろ話を聞いているうちに考えができた形なので、これはあながち間違ってないと思う。で、ブランド名ってじゃあそれ勉強してからデート行くのって話じゃないですか。で、男性だったらさ、ブランド名を見てさ、大体の値段分かる必要あんのみたいな、そういうわけじゃないんですよ。もうこれは楽しく学びましょうってことで、靴学を見てください。靴学でいろんなブランドを取り上げてますし、靴のこと詳しい人ってなんかかっこよくないですか。なんか例えばさ、営業の人がさ、商談行った時とかにさ、お客さんの靴とかさ、自分の靴とかでちょっと話せたらさ、なんかおしゃれじゃない、なんかイケてない、それでいいと思うんだよね俺。それイケてるっていうところを目指していいと思うの。だからブランドを、まあね、簡単にね、面白おかしくね、説明してる部分があるので僕らの動画で、まあ、そういったところを見ていただけると楽しく学べるんじゃないでしょうか。はい、そして最後にこれ一番わかりやすい、もうパッと見でわかる革質なんですよ。とにかくいい靴っていうのはブランド名であんまりお金取ってるところってあんまりなくて、革靴の業界ってとにかくいい革を使う、それでお金を取ってるところが多いんですよ。なので、まあいい靴かどうかっていうのを見分けるには、いい革かそれじゃないかっていうことを見分ければできることになるんですね。で、いい革かどうかっていうのはなかなか見極めず難しいです。で、最近は合皮の技術も上がってきて、もう遠目からじゃ合皮なのか普通の革なのか全くわからなかったりします。なんですけど、革製品をね、長年見てるとか扱ってたりとかすると、革がいい悪いっていうのは分かりやすいです。どんどん分かりやすくなってきます。なので、いいものに触れて、いいものっていうのはどういうものかっていう自分の物差しを持ってね、皆さんで判断していただければと思います。実際安くてもういいやつはあるし、高くても悪いやつはあるんですよ。だからそういったところにね、騙されないように皆さん目を肥やしていきましょう。はい、ということで今回はいい靴と悪い靴の見分け方になりました。よかったらですね、チャンネル登録と高評価、そしてベルマークもよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。